旧台湾総督府高等法院庁舎、現、司法院、司法大家台湾総督府法院は、台湾総督府の管轄下にあった、裁判所である。1895年5月、台湾総督府が設置され、近代的司法制度の導入を図り、同年10月7日に、台湾総督府により、台湾総督府法院職制を発令した。台湾総督府法院を台北に設置、 台湾各地に11の支部を整備した。当時の司法制度は一申請で、裁判官は審判官と呼称され、刑事民事の訴訟について、主任審判官が単独で審判を行った。1896年4月、軍政が廃止され、民政に移行すると、同年7月15日に、台湾総督府法院条例が施行され、総督府法院に高等法院、副審法院、 地方法院を置き算申請が実施された。それに伴い、台湾各地に13カ所の地方法院が設置され、高等法院と副審法院を台北に置いた。裁判官は、法案と呼称され、各法院に検察官が置かれた。なお、政治的な事案については、同年7月11日に台湾総督府臨時法院条例を施行し、総督の権限で一申請の臨時法院を、 解説できるものとした。1898年7月19日、台湾総督府法院条例の全部改正により、高等法院を廃止に申請への変更が行われ、各法院に検察局を置いた。その際に、地方法院は、台北の他に台中及び台南の3カ所となり、議論と新築の地方法院は、台北地方法院の出張所の扱いとなった。 1904年3月には、台中地方法院が台北の出張所に一時改編されたが、こちらは1909年10月に独立した地方法院に戻されている。1899年1月16日、第13回帝国議会に政府より台湾総督府法院の判決に対する大審院の裁判権に関する法律案が提出された。内容は、 台湾総督府副審法院の判決に対して大審院への上告を認めるもので、これが成立すれば台湾総督府法院も内地と同じく大審院を頂点とする体系に組み込まれることになるものであった。この法案は2月24日に衆議院で可決されたが3月1日に貴族院で否決され廃案となった。1919年8月8日、 台湾総督府法院条例の改正により、再び三申請とし、高等法院と地方法院を置き、高等法院を副審部と上国部に区分した。地方法院に支部と出張所、支部に出張所を置いた。また、台湾総督府臨時法院条例を廃止し、担当事案は高等法院上国部の管轄とした。1921年3月、南部、 品における領事館の裁判に関する法律が交付施行され、中国福建省、広東省及び雲南省における日本領事裁判の構想を台湾総督府高等法院副審部で取り扱うこととし、領事裁判の上級裁判所として機能するようになった。1927年7月3日、台湾総督府法院条例の改正により、 地方法院に単独部と合議部を置いた単独部は内地の区裁判所に合議部は地方裁判所にあたるもので合議部において単独部の言った裁判の第二新事件を取り扱った1938年5月4日新築支部が新築地方法院に昇格し当時の新築州が新たに新築地方法院の管轄となった 1943年2月24日、裁判所公正発選時特例が台湾に施行され、第一審の民事刑事の特殊事件については、控訴を禁じて直接上告ができるものとされた。また、同年10月31日、裁判所公正発選時特例が改正され、台湾での施行は同年11月15日に行われた。その内容は、 民事裁判の第一審裁判のすべての控訴が廃止され、地方法院、または同支部の単独部の第一審に対する上告について、その裁判権の管轄を高等法院副審部とするものであった。 旧台南地方法院1895年10月1896年7月1898年7月1919 19 19年8月1943年7月検察官。検察官は法院検察局に所属した。これは当時の日本内地と同様である。検察局の長として検察官長が置かれた。台湾総督府礼器類書改定増法。 台湾総督府、明治二十九年。台湾総督府法院条例に、入り格法院会長、台湾総督府法規定要条項、台湾総督府民政局文書化、明治三十一年、百六十一ページ。台湾総督府法規定要条百六十一から百六十二ページ。AB、台湾総督府法院の判決に対、する大審院の裁判権に関する法律案。 国立国会図書館日本法令作院。https://www.cas.go.jp/.jp/.tpp/.tpp11/.pdf/.190119tpp 概要 pdf2020 年9月23日閲覧。裁判所構成発選時特例中改正法律。 昭和18年直令第87号裁判所、厚生発選時特例を台湾に施行するの県中改正の件、官報第4865号、明治32年9月16日、官報第1518号、大正6年8月22日。ありがとうございます。